はい、前回はですね、こう飛距離アップをするためのいわゆるダウンスイングのいわゆる第一加速ですね、ここでしっかりとシャフトをしならせると、ブッとしならせる、ブッとしならせるってことをやりましたけども、でここからですね、でこういわゆるこう体は動こうとしてるんだけども、クラブが維持されようとする、エネルギーを向こうに出しながら維持されようとすればするほどシャフトはどんどんどんしなってくる、はい、でこの感じをなかなかわからないという人が結構いると思いますので、今日はですね、それが分かりやすいドリルを少しやりたいと思います。やり方は簡単です。ここを持って壁にクラブをつけてですね、バックスイングの形を作ってぐーっと動かす、腕は向こうに壁にどんどん押さえつける、体はどんどん左に行こうとする、この拮抗をしっかりと練習してほしいんですが、こうすると腕がこうちぎれるぐらい引っ張られてビュンって戻る感じが分かると思うんですけども、ただここには一つだけ守らなければいけないルールがあります。いいですか、ここからこうなる人ですね、こうなる人、本来はこうやって引っ張ってきてほしいんですけども、うーんって引っ張りながらどん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 こう体が浮いてくる人がいるんです。でここでこの体の使い方にちょっと話を移すとですね、アドレスをして、まあいつも言うように体は横回転ではなくて、こう振り子運動を促すために縦回転しましょうと言ってるんですけども、ここから今のって浮く動きがあるとですね、ゴルフクラブはインサイドからは入るかもしれないけど、下からこう煽るような動きになってしまうんですね。でここでポイントはバックスイングで縦方向に動いた、いわゆる肩でいうと左肩が下、右肩が上っていう感じですね。でここからうーんって引っ張ってきた時は、感覚としては左肩が下、ダウンスイングも下っていう感じです。ですか。さっきのここのドリルで考えると、バックスイングが下、ダウンが下って来ないといけないんですけど、上ってやってしまうとクラブが正しいねじれが発生しない、正しいこうしなりが発生しないので、ぜひ体の使い方的には左肩が下、ダウンスイング下、そこから上と、左肩が下、ダウンスイング下、そこから上と、下下上っていう動きを、下下上っていう動きを、この動きの中に取り入れることによって、よりこうクラブが強いこうシナリオを生まれて、ビャンと戻ってきますので、単純に縦と言ってもですね、こうなるわけではないです。こういうふうに見えますけども、実際はこう、この違いをぜひ理解してください。もう一回いきますね。これは単純に縦運動、ここに対して下下上っていうこう、ここでこういうアクションが入ることによって、このクラブにすごいしなりが発生します。ただ単に下上っていう感じではなくて、下下上、下下上ってやると、すごくこう力がボールに伝わるのがちょっとわかると思いますので、ぜひこの体の運動はあくまでも縦なんだけども、単純な二次元の動きではなくて、ここに一瞬グッてこう踏み込む動作が入ることによって、よりこう強いねじり戻りが使えますので、ぜひこの肩の動かす順番とかもですね、勘違いしないように取り組んでいただきたいと思います。